トマス・ダイヤモンド・ピットは、東インドとの貿易に関与した、イングランド王国出身の商人。ピットは、イングランド国教会の聖職者で、ブランドフォード・セントメアリーの教区牧師のジョン・ピットと、サラ・ジェイの息子として、1653年7月5日に、ブランドフォード・フォーラムで生まれた。あの現地総督たちは、私たちを踏みにじり、好きなだけに、私たちの財産を巻き上げる癖がある。 彼らは私たちが力を示すまで、それをやめない。トマス・ピット、1699年1674年、ピットはイギリス東インド会社に随行してインドに向かい、東インド会社が法的にインド貿易を独占している状況で、モグリ営業者として独自に貿易を行った。1675年2月24日、イングランドの裁判所は、 ピットの逮捕命令を出したが、1676年6月に命令がインドに届いた時点ではピットがペルシアへ貿易に向かっており、1676年12月19日にはイングランドの裁判所がピットの逮捕命令を再び出した。ピットは今度はマドラス当局に連行され、東インド会社の命令に従うよう約束させられたが、ただの公約束に終わり、 1677年と1679年から1680年にかけて再びペルシアへ貿易に向かった。1681年にイングランドに一時帰国した後、東インド会社の裁判所は1682年2月15日にピットの身柄の拘束を命じたが、ピットは20日に出国して、それを交わした。その後も密貿易を続いたが、 1683年2月5日にインドを離れて帰国するとすぐに逮捕され、以降訴訟により数年間イングランドを離れられず、1687年にようやく1000ポンドの罰金刑という判決が下されたが、後に400ポンドに減額された。ピットは一旦同セットに落ち着き、続いて1690年にストラトフォードの荘園と近隣のオールドサラムのバラを購入した。 これにより、ピットは腐敗選挙区のオールドサラム選挙区で、庶民委員議員に当選するようになったが、1689年の国民協議会で初当選した時は、ソールズベリー選挙区から出馬した。オールドサラムの領地は以降ピットの子孫が代々相続した。ピットは1693年にインドに戻り、密貿易を再開した。 裁判所は再びピットの密貿易を阻止しようとしたが、失敗したため、もはや打つべき手がないと考えて1694年1月に東インド会社に雇うことを決定した。1695年には一時帰国して、ブレストにある東インド会社の船を取り戻すための会社代表を務めた。1695年10月28日、オールドサラム選挙区で、 庶民委員議員に再選した。1697年11月26日、セントジョージ要塞総督に任命された。1702年に、ムガル帝国の現地スーバダールのダーウード、ハンパンニーが要塞を包囲すると、ピットは講和を指示された。彼は後に、カーナティック地域の土地を一部購入した。また東インド会社の要塞に、現地のヒンドゥー教徒の戦士を雇い入れて、 セポイとして駐留させた。さらに最新型の武器を配備して、イギリス人士官を指揮官に置き、マドラスをムガル人の嫌がらせから守った。ピットは1698年7月7日に、マドラス総督になり、1709年まで在職した。1698年、東インドと貿易をする英国会社の城壁を強化、同志を詳しく見分した。 ピットは五つの新しい町、すなわちタイラバティオーキャティウオーケム、ウンガベカム、バイザーパディ、サトハンガディを獲得したことで知られた。1709年1月28日、ピットの罷免が決定され、9月17日に正式に離任した。その後、ピットは10月25日にマドラスを離れ、ベルゲンに1年近く泊まった後、1710年12月20日に、 イングランドに到着した。以降1710年11月25日にオールドサラム選挙区で当選して、庶民院議員に復帰、1714年2月16日と1715年に再選した。1716年8月3日にジャマイカ総督に任命されたため庶民院議員を辞任したが、総督に着任せず、1717 17年5月30日の 補選で、サースク選挙区から出馬して、当選、1722年イギリス総選挙で、オールドサラム選挙区に返り咲いた。ピットは1679年、1680年1月1日に、ジェームズ・イネスとサラ・イネスの娘ジェーン・イネスと結婚した。ジェーンは、ピットの商売相手、マシアス・ヴィンセントの命だった。二人は少なくとも4男2女を設けた。 うち長男のロバートは首相を2期務めた初代、チャタム伯爵、ウィリアム・ピットの父だった。ストラトフォード・サブ・キャッスルの先例記録によると、次男トマスと三男ウィリアムは、双子だった。しかし、ウィリアムに関する、それ以外の記録が見つかっていないため、彼は溶接したとされる。次に生まれたジョンは軍人だった。次女のルーシーは、初代スタンホープ伯爵、ジェームズ・スタンホープと結婚。 他にも娘のエセックスが、チャールズ・チャムリーと結婚した。また、ロバート・ピットの息子にトマス・ピットがおり、初代チャタム伯爵の息子に19世紀初期のイギリス首相賞ピットがいる。摂政ダイヤモンド、ゲンルーブル宮殿所蔵。ピットは410カラットの未加工のダイヤモンドを購入したことで知られる。彼は1701年に、 マドラスでジャムチャンドというインド商人から購入していたが、そのダイヤはジャムチャンドがとあるイングランドの船長から購入したもので、その船長はダイヤをアブルハサン・クットブシャーのメシスから盗み出した。別の説ではメシスがクリシュナ川沿岸のゴールコンダで発見したものであり、彼はダイヤを自身がゴールコンダ包囲戦から逃げる時に追った大きな傷の中に隠した。 ピットは4万8000パゴダでダイヤモンドを購入1702年に、それを長男ロバートの靴の中に隠してイングランドに密輸した。1704年から1706年までの2年間、ロンドンのハリスという宝石職人が原石から141カラットの宝石を切り出し、他にもいくつかのより小さな宝石を切り出した。小さな宝石は、 ロシアのピョートル一世に売却された。一方、大きな宝石の方は、フランス王類14世など、ヨーロッパ諸国の君主に売却することを何度か試みられた後、ジョン・ローが仲介して、フランス摂政のウルレアンコフィリップ二世に13万5000ポンドで売却され、フランスの大艦洋宝玉になった。その後、ルーブル宮殿所蔵になり、1887年以降、 公開展示されている。ピットはコピーホールドと呼ばれる土地を有しており、その土地の地主はピットの死後に彼の財産のうち価値の最も高いものを得ると定められた。もしダイヤモンドを売却していなかったら、相続上のお物として没収されるはずだった。摂生ダイヤモンドとの関連により、トマスピットはダイヤモンドピットとあだなされるようになった。 スワローフィールド摂生ダイヤモンドの売却で大金を得たことで、ピットは財産を確保した。彼は、ストラトフォードサブキャッスルのマウデンコートと、ブランドフォードのザダウンのほか、1717 17年に、ムーン男爵の未亡人から、コーンウォールのボコノックを購入、後に、ドーセットのキナストン、コーンウォールのブラドック、トレスキラード、ブランネル、ドーセットとイルトシャーの境界にあるウッドイエーツ。 ハンプシャーのアボッツアン、そしてピットが最も好んだ、バークシャーのスワローフィールドパークを購入した。ピットは1726年にスワローフィールドパークで死去した。ありがとうございます。